こんにちは、サーフコーチの林です。ですね、昨日はケリー・セーターの、先日行われてたパイプラインマスターズで のアーリーランドでケリー・セーターがね、自分のボードに GoPro をつけてこう自分の方に向けてね、撮っているね、ムービーっていうのを撮っているムービーで、実際ケリーはどういう風にパドリングしてるのかなっていうのをね、文章でね説明してきたと思うんですけど、まあ、今日はそれを実際どういう風にやったらいいのかなっていうのを、説明して、実際、まあ、明日から3連休だと思うんですけど、実際海でぜひトライしていただきたいなと思います。昨日はですね、こうケリーがパドルしている時に、まあ、背中ってほとんど反ってないよねっていうことをね、説明して、まあ、書いてあったと思うんですけど、まあ、それはもう大きな基本として、次にですね、まあ見てた通り、昨日こう肩がこういうふうにグッ、こういうふうにね、こういうふうに前に出てたと思うんですけど、そうすることで肩甲骨がこういうふうに上下しますよね。そうすることでストロークが自然と伸びます。で、手を出す時の手の入れ方がすごいポイントで、こうほとんどの人がこういうふうに一生懸命手を前に出してるんですけど、で手を前に出してるんですけど、実際ケリーはどうやってるかって言ったら、こう前に出すんじゃなくて、もう顔の横ぐらいからこう親指が入るように、親指からこう水面に入るように、こういう風に入ってますね。こういう風に入って、そこから肘を引いて後ろに引いてあげる。そうすることでこう腕がねじれる。そしてねじれるので、こう肩とか体に力が入らないんですよね、特に上半身とかに。そうすることで後ろから見るとこういう風になってきますよね。自然と左の肩甲骨、右手を前に出した時に左の肩甲骨っていうのはこう下がるようになります。下がるので後ろまでストロークしやすくなる。だからこう入って、こう入って、だから必ずこう入って、こう入って、こういうふうに、で必ずこういう、こう親指からこう入ることでスッと後ろに交互に動くようにパドリングができるようになります。まあ、必ずこう前に出すのではなく、この親指からこう肘が曲がって入るっていうのがね、ポイントですね。そうしてあげることで、こっちの右の肩がグッて下がって、左の肩も後ろにこう上がります。そういうこのローリングっていうのですけど、このローリングがこう使えるようになるので、より効率よくパドリングができるようになっていきます。ぜひね、こうまずは一番最初はこう手からこう入って、肘を曲げとく。で、手を前に出すときに、手を前に出すのではなくて、顔の横ぐらい、もう肩の横ぐらいからこう入れてあげるっていう意識にしてあげるだけで、一気にパドリングっていうのはね、楽になるので、ぜひ海に行った時にやっていただきたいなと思います。